こんにちは、柳橋ゆいです。似てるじゃん。こんにちは、柳橋ゆいです。今回はですね、私川越にやってきました。今真似してるの。やってきました。こちら川越です。川越はね、小江戸の情緒あふれる町なんですけども、皆さんお気づきですか？私柳橋ゆいではございません。二宮梢なんですよ。サプライズゲストの二宮梢です。サプライズゲストですよ。なぜオープニングをやっているかというとですね、いいですか、先日11月26日に柳橋ゆいが33歳の誕生日を迎えられまして、お祝いデートを今日は一緒にしようかなと、川越を散策しようかなということですね。柳橋は全然全く今日のことは知らずに、仕事と言って呼び出してるんですよ。マネージャーさんがね、今日は仕事で川越に来てくださいっつって呼び出してるんですよ。ということで、何も知らない柳橋ゆいのところにサプライズゲストの二宮梢、よだれ実サプライズゲストの二宮梢が行くというね。ちょっとなんか LINE が来たのかな。もうそろそろついてるかもしれないのでね。じゃちょっと皆さん驚かしに行きますよ。いいですか？じゃあ行ってきます。小手さん、あれ今日小手さんもいたの。こうやってどうやって、あ、お品書きが、お品書きが、ちょっと待って、どっちを見ればこの中どこのお品書きが、はい、お品書きをいただきました。では、はい、デイデイこ小杖二宮プレゼンツデイ小杖と書いて、ここに書いてえ、ちょっと待って、何デイトゥセレセレブレイトユイズバースデー川越ちょっと待って、1、はい、着物を着よう、はい、2、はい、美味しいランチを食べよう、はい、3、一番街を散策しよう、はい、4、人力車に乗ってみよう、はい、5、氷川神社に行ってみよう、はい、6、駄菓子屋横丁に行ってみよう、夜を食べ歩きしたり、ただプラプラしたり、贅沢な時間を過ごそう。ということで、今日は何をしにこちらにやってきましたか？今日は、はい、なんか動画のちょっと撮影、動画の撮影ですよ。嘘でーす嘘でーす。本当に柳橋ゆいチャンネルです。てってれーということで、てってれー大成功ブルーいいかもね。レッツラーゴー。ダメ、あなた絶対そっちに手出したら全然違うから、ね、ダメ絶対分かるの、すごく分かるの、安いですよね。そこ別にそんなに広げるとこじゃなかったそこじゃないのね、うんうん、そうで、なんか、うんうん汗かいてきてる私もヒートテック脱いだのに、私びちゃびちゃこっちも使ってるよね。なんかどの辺で気づいた？いや小杉さんがいて、あ、でもあの回私あれ、あの川越の紙で川越って隠していったのよ。私の話です。基本にございます。GoPro を持って川越で私を隠したの。川越近いでパンフって隠した。なんかね、ちょっとね、もうパニックだったの。なんか隠してて、ヨルディの前まで行って話したの。そう、あ、私は今日小手さんと現場が一緒なんだって思ったんですよ。え、なんで小手さんいいの？あ、小手さんあれって思って。え、でもこれだってなって。そこで、なんか冷静と冷静になって、最初さんしか見てなかったの。うん、で、多分私の顔しか見てなくて、さんのカメラを構えてることもあんまり分かってなかったの。あ、こんなことないの？なので、私ね、視界が狭い。
な表現だ。あれみたいな。で、そのまま行くんかなって思ったの。その辺まではなんかあり得るじゃん。うん。まあね。そう。で、彼らっていう情報を多分喋られてたんですよ。でも、しばしば、ハロー。ではでは、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。コーヒービールの CM 待ってます。嬉しいキューって言った。あ、そうちょっと飲まれて飲まれて汗がすごいです。私飲まれて、あたくしあなたに誕生日プレゼントなんだよ。あなたにありがとうございます。いえ、こちらこそ。はい、ということでいただきまーす。はい、いただきまーす。あ、すごいいい匂い。塩バターの匂いがする、うん、だって塩バターですから。ハラペーニョの匂いとかはしないね。すごい、めっちゃバター。なんかさ、あれで、なんかさ、昔さ、こういうさやつをさ、焼いてさ、大きく、なんか、なんだっけ、あのキーホルダーにするやつあったの、わかる？裏版でしょ。そう、それみたいだな。じゃあ、つけていただきます。まずは、そのままの味。うん、おいしい。めっちゃお芋の味がする。お芋だもんね。いける。おいしい、うん、なんかしょっぱい系のでも合うね。うん、で、こっちが絶対合うと思うけど、まあ食べてないけど。甘酒、1ついただけます。はい、はい、はい、あー、頭、うわー、もちもちしてる。
るけど今年も終わる今年も終わりますが、この開封で今はなんかもう、はい、初日です。じゃらーん、絶妙に微妙な結果です。なんか、かわいい元気物だから持って帰ってくださいって書いてあるじゃあちょっと待ってます。ここ続けて4年くらい連続で私大吉なもんで進み宝もできた。豆豆してるもんだってほら引き立てだもんね。ということで、はい、本日は撮影だと呼ばれて川越に来たら、はい、まさかのサプライズ川越旅だった。じゃん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 。だから本当に今日は一日ありがとうございました。はい、なんか楽しく過ごせました。ありがとうございました。はい、お忙しいところいえいえ、うちのマネージャーさんと企画をしてくれて本当にありがとうございます。素敵な33歳の幕開けをおかげさまで開きました。開けました。開けました。33歳も頑張っていきたいと思います。本当に、はい、あざます。楽しかったね。楽しかった。いっぱい食べた。食べて。うなぎ食べたし、はい、芋食べたし、コーヒー飲んだし。着物着たし、楽しかったです。甘酒飲んだし。こういう機会もなかなかないので、はい、本当に感謝感謝でございます。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ楽しく過ごせました。はい、そんなコーナーで小出さん、また、今年、そして来年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、準レギュラーの二宮小出さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。お会いいたしましょう。柳橋ゆいでした。私がな私が柳橋ゆいだ。じゃもー、柳橋ゆいです。柳橋ゆいです。よろしくお願いいたします。今日はですね、川越へやってきました。いい街ですね。そうですね、いい街ですね。川越はどんな街ですか？情緒あふれる街です。そんなところを2人で少し散策をしたいと思います。いいですね。では行ってみましょうか。